地から九節です。一節ずつ読みたいと思います。여호와의말씀이그에게두번째로임하니라이르시되地を作られた主、それを形作って確立させされた主、その名は主である方がこう仰せられる。너는내게부르짖으라내가네게응답하겠고네가알지못하는크고은밀한일을네게보이리라まことにイスラエルの神主は義と剣で引き倒されるこの町と家々とユダの王たちの家々についてこう仰せられる。하여서나내가나의노여움과분함으로그들을죽이고그들의시체로이성읍을채우게하였나니이는그들의모든악행으로말미암아나의얼굴을가리어이성을돌아보지아니하였음이니라見よ、私はこの町の傷を癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示す。내가유다의포로와이스라엘의포로를돌아오게하여그들을처음과같이세울것이며私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し私に背いたすべての咎を許す。この町は世界の国々の間で私にとって喜びの名となり栄誉となり栄えとなる。彼らは私がこの民に与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの町に与えるすべての祝福と平安のために恐れをのこう。당신은세계사를선교사입니다그황무한땅을기업으로누리십시다감사합니다역사는神の御働きはいつも世の中の人たちが愚かだと言っている時にその御働きが行います。その一人の人を契約の人として命じられたことを信じます。この祝福を答えの人として生きる人生になるよう祝福します。今週祝日を迎えてエレミアに来た御言葉が働くよう祝福します。エレミアが監視の庭に監禁された時御言葉を握ってからすべての現場が回復することを契約の御言葉としてくださるのは今日の本文であります。今日の著作と祝日に今日の御言葉を握られ、皆さんの家庭に誠な祝福として御働きが行うよう祝福します。今全世界は発展するのにもかかわらず、しかしその中の人たちは危機を迎えています。個人おのおのは困難の中で生きています。今の時代は中毒の時代と言います。何かを虜になってなければ生きていけない時代であります。
정신병의 문제들, また 精神病の問題があり、 医者がいても、 科学者がいても、 その問題を解決できない、 そういう時代が今の時代です。 しかし、 正確な答えを与える教会があるんだとしたら、その全ての現場が生きているはずなのに、しかしその教会が現場で答えを与えることができません。 教会に通っている信者たちもある意味でさまよっていて、答えを探せずにさまよっています。時間が経てば経つほど教会の数が減っています。この9年間、 170万の人が教会から離れていきました。今年も去年から 5万ぐらい人が教会から離れています。韓国もそうですし、アメリカも2030年までが3分の1の教会が門を 閉じられてしまう、その見込みであります。実際現場で答えを与えるために建てられた教会が多くの問題に直面しています。すでに聖書から予言されたことです。 사탄과 교회를 向かって 공격할 것을 말하고 있습니다. そうですし、この先は差別禁止法という法が立てられて、教会が10월달에それを法律に 制限される 時代 となります。 なので大きい教会たちがその差別禁止を止める声を上げています。今の時代は福音を述べずに福遠ざかっている時代です。その結果、教会が福音を 述べない伝えてないので、世の中はますます苦しくて苦しく状態にいます。ある意味で人たちは生まれてから霊的な大きな傷を持っています。生まれてからすでに
성장하면서 이런 成長していくうちに このように解決する問題は
解決することはこの世にないので、祝福を与えてくださいました。なので私たちは毎日福音に根付いて、福音が大切になるよう、福音を見つけて、その根付いて大切にならなければなりません。今日本文のイレミアにすでにこの部分を語っていました。イレミアの預言者を通して、しかし結局イスラエル民人はそれを聞けずに、福音の御働きを悟れませんでした。今、私たちは福音を깨닫지못하면안된다。回復する契約を与えておられました。しかし、それを知らなければ、エルサレムは滅びてしまうことをイレミアに語っていました。そしたら、パシュフールという人がイレミアを捕まって、監視の庭に監禁しました。そこに監禁された時に、主の御言葉が再びあったと。つまり御言葉が私に望んだと。その一つ目は、イレミアにあった御言葉が、イレミアが生まれた時。また二つ目は、監視の庭に監禁された時、イレミアに再び主の御言葉がありました。今皆さんは困難の状況にありますか？また周りの人家庭を見て、そのような人が見えているのでしょうか？今日、神の御方は皆さんに望むよう祝福します。どんな問題でも構いません。その御言葉が私にあるとき、すべての答えが、来るようにするのが、私に神の御言葉があること、つまり神の御言葉が私に望むことです。礼拝を通して講談メッセージが聞き取れること、それが恵みであります。しかし今監禁されていたイレミアに再び主の言葉が望んでいます。イレミアが監視の庭に監禁されたこと、監視の庭は特殊部門으로예레미아가지금옥속에갇혀있다라는特殊な犯罪で監禁されたということになります。하나님이예레미아에게당한그상황들을神様がイレミアが今イレミアが会っているこの状況をすでに知っておられるということです。それが再び
エレミアに御言葉が望んだということです。皆さん信仰生活の中でどんな状況でも信仰の告白をしてください。神はすでに存じておられると。人の考えでは理解できないかもしれません。しかし神はすでにご存知です。困難や問題の中でも私たちに答えをくださり、その御言葉を通して答えを見つけなければなりません。それが問題に対する私たちの姿勢であります。周りの人は知らない。神は言っております。何を行うのか。今日本文に語っているのは、그리고엄청고통가운데있는데오늘본문에이야기하고있습니다일을행하시는여호와다그러면서소리오가타지쓰때각그리츠사레타슈그하나님오늘말씀하십니다그것을지어성취하시는여호와일을행하시고지어つくられて、それを形作って確立された主。私たちは問題が来るとずっと問題を避けて問題から逃げようとしています。여호와라는이가이와같이이르도하였어여러분이름이란말너무중요하죠하나님이본분이이름을걸고소노나와슈데아라카타가코오사이라레르사실을말씀하고있는것입니다여러분쉽게예를들면은여러분인감도장例えば아무에게나맡기지않잖아요너무나중요하기때문에私にある林間は誰かに渡さないですよね。そのようにその主の名をと말못할문제를당할때있습니다곤란한일을당할때있습니다그때마다시작을어떻게해야되느냐하나님은알고계시다이게우리의믿음으로고백돼야その神様がすでに存じておられ知っておられることをあそこから始めなければなりません。私たちはキリストによって救われた神の子供です。なので、その過去を通して今の私があります。その過去が土台となり、どんな過去だったとしても、すべてが神の計画の中にあるということです。だったら今の問題は何でしょうか。今迎えているこの問題も神がすでにしておられるということです。なので重要な答えを今の問題を通して答えを与えようとしておられます。なので記憶していただきたいと思います。問題というよりその地を作られた主、それを形作って確立された主です。特別に祝日に
이렇게 안 믿는 전체적으로 복음화된 가정은 모르지만은 이 묵과일 때 가정 속에 이렇게 돌아가는 분들 보면은 추석 때나도 皆さんは 미신자노 가테니 가정과 가문 속에 가족도 떠돌림당하고 그런 가정도 근데 여러분 낙심하지 마세요. 그 가정의 그 고난의 상황이 그 상황 속에 여러분을 보내셨겠습니다. 알 때가 있습니다. 하나님은 알고 계세요. 시카시 여러분 직장 속에도 감이야 사와시는 분들이 예수 믿는 것 때문에 얼음 당하는 거 맞다 쇼크바데모 알고 계세요. 그래서 먼저 教会を通っていることで問題を抱える人もいると思います。そのことも神様はすでに知っておられます。ある方はこう語りました。教会の中にある人間関係のため、教会の中にいる人たちが人のことをあまりにも싸우려고 하니까 너무나 가치 없는 일인데 내가 거기 싸워서 되겠느냐 이런 마음도 들고 변명하려고 하니까 내 자 나니까 間違っていること 너무나 그러나 솔직히 있는 놈이 힘듭니다라고요. 여러분 교회 안에 이런 것도 변명을 しようとしても その事態すら 苦しいだと語りました。そのこともすでに神様は知っておられます。最も重要なのはそれに対して戦う必要はありません。聖書ではすでに記録されています。그게맞붙어싸우지말라는말이에요그러면서오히려그사람들에서베드로第13章9節に悪を持って悪に報いず、かえって祝福を与えなさいと。우리가악을악으로욕을욕으로싸우지않고도승리할수있는비밀戦わなくても勝利する奥義、その奥義が12節に書いてあります。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。주의얼굴은악행하는자들을무슨말입니까의인과악인을동시에기진도악진노동시에믿고있어라레마스すでに全てのことを知っておられる神です。여러분자신들이무너지지말고하나님이아신다라는たとえ問題にあったとしても全てのことを神が知っておられることを知っていただきたいと思います。神様は全てのことを知っておられます。初代教会にイエスを信じることで大勢の人が死にました。神様はそれを止める能力はありませんか？違います。しかしその殉教されたことを神はすでに知っておられます。다윗이피난길에접어들었어요. 그것도 자기 아들 압살롬이 반역을 해가지고 자기 아버지를 빚고도받는 ように 왕에서 밀어내려고 다윗대와 피난을 시켜왔습니다. 다윗 도망가는 그런 모습을 보고 니게 떼이르 압살롬 편에 서 있던 시므이 다윗대와 밑에
다윗을 위해서 저주했어. 이 피 흘린 자여, 피 흘린 자여, 비루한 자여 하면서 피 흘린 자여. 압살롬. 아니 왕이 도망하는 일에 있어서 뒤통수를 대, 뒤통수를 대, 죄송합니다. 뒤통수를 대고 저주했다니까. 피 흘린 자여, 피 흘린 자여. 오니 타이시테 니게테루 오니 타이시테 노로이노 코토바오 카케마시타. 그때 다윗에 또 이쇼 니타 아비샤이가 칼로 베겠습니다. 그때 다윗이 중요한 말을 했어. 물론 이마 자기의 죄값으로 받는 피난길을 알았어. 소레니 무카테 고백도 되지만은 노로이노 코토바 니 타이시테 와타시가 하나님이 아노 히토 저주하라 해가지고 나에게 저주하는 것 아니냐. 코르시마스 또 있다 사이니 다비데와 들어가 있는 고백입니다만은 그 중심에는 하나님이 아시지 않느냐. 그래서 하나님이 저에게 저주하라 해가지고 저 사람이 나에게 저주하는 것이 아니다. 그러면서 12절에 보면은 그것 때문에 하나님 내게 오히려 선으로 갚으시는 사멜 다이니 하나님을 아셨다라는 사실. 록쇼 주 1세츠가라 주 2세츠 요니 시대뜰에 갇혀 있음을 放っておきなさい. 또 이때 임하시면서 슈가 카리니 메지라레타노다. 방법인 말씀으로 찾아오셨어. 여러분 우리의 신앙생활의 가장 중요한 부분입니다. 슈와 쿄노 하나님은 아신다. 카레노 도로이니 카이테 와타시니 시와세오 부쿠이테 쿠다사루다로토 카이테 아리마스. 답답한 일을 당한다 할지라도 皆さんどんな状況問題にあっても神様はすでに知っておられる。その事実を持って御言葉の中に入るよう祝福します。二つ目です。너는내게부르짖으라今日の3節に私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。私が思っている、私が思っているほどのことでなく、私が思っていることでなく、秘密な일을내게보여주겠다했어。知らない理解を超えた大いなること。で、イザヤ55章8節に、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。9節に、天が地より高いように、私の道はあなた方の道より高く、私の思いはあなた方の思いより高い。天が地より高いように、神の考え方が私たちの考えより高いということです。なので今日の一日も完璧に導かれる神であります。今日神様が知らない理解を超えた大いなることを握るそのことは福音を握って福音の中に入りなさいということです。イスラエルの民人が契約を逃して実際に捕虜になり奴隷になり、ある意味一番苦しい時でした。その時創世記3章15節の言葉をくださいました。イスラエルの民人が選択されたのにもかかわらず、人のすべての考え方が생각하는자체가악해가지고
하나님 그 시대를 심판하기로 했는데 가장 우름치에 속해 있던 그 노아 시대 하나님은 노아를 불러내셔서 그 노아의 시대에 노아에게 방주를 만들라 했어. 箱舟を 作りなさいと その時に福音を示しました。そのことが理解を超えた大いなることです。また出エジプトの時にイサヤ6장에보면다망할것이다했어다망할것이다6장13절까지나오죠그런데거기에이사야7장14절에보라처녀가잉태하여자를낳으리니그이름을7章14절에포로상상에서すべての것이滅びてしまうこのこの時にインマヌエル이스라엘백들이속국되어있는상황에서도주는그리스도시요살아계신하나님이다그리스도를드러내셨고그래서우리에게으름당하면당할수록하나님은결국그으름困難にあってば会うほど何を回復するべきなのか福音を回復するよう望んでおられます。個人に福音が必要なので福音が必要なのでその福音が大いなることです。第二コリントでパウルが困難にありました。コリント후서1장에보면1장8절9절에나오는내용입니다コリント第2章8節に耐えられないほどの圧迫を受けだと書いてあります。また9節には自分の心の中で死を覚悟したと。자기를의지하지말고10절입니다자기를의지하지말고9절이죠예자기를의지하지말고その時に살리시는누구만これはもはや自分自身を頼まず死者をよみがえらせてくださる神のより頼むものとなるためと書いてあります。근데바울은자기에나온자기에닥쳐진고난을今パウロは今自分が迎えたその状況を이제죽기를얼마안놔두고사형선고를받은그런사람처럼너무소망없는그런상황속인데하나님왜이렇게하셨느냐결국状況なのに状況の中で모든문제는ただ神のことだけ見上げなさいと福音だけ味わって福音だけ握って神の方法は福音です。믿습니까우리가구원받는다른이름으로안돼요그리스도로말미암아다른이름으로안돼요그리스도로말미암아他のことではできません。福音이땅에살아가는동안에구원받은우리에게도이런저런많은문제들이있습니다근데거기에대한답도그리스도입니다それに対する答えもキリストであり금요기도회때제가말씀드렸습니다先週の祈り会にも語りました。韓国のある博士から様々な大学生から要するに百問一答といってすべての全ての質問の答えにイエス・キリストという一言を全ての質問に対してイエス・キリストと答えました。それが全ての生活の答えもイエス・キリストであります。毎日
福音であるキリストに、キリストの中に入らなければなりません。伝道者ほどイエスはキリストである事実を確認しなければなりません。キリストによって福音を受け、その伝道者のとして生きていくうちに、さまざまな問題があります。それに対する答えもイエス・キリストです。理解を超えた大なりになること、それがキリストです。最も重要なことを言っています。イエレミア一人として6節から9節に書いてあることです。たった一人を通して家庭、職場を生かす神の御働きがなります。その一人のおかげで全てが回復されます。今日6節に、美を私はこの町を傷を癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示す。その御言葉を握れば、その握った御言葉を握った皆さんのおかげで全てのことが回復されます。家庭も職場も契約の握った皆さん一人によって、皆さんは福音で生きれば、神がそれを癒して治してくださいます。言い訳する必要はありません。神様は御言葉を握っている皆さんの一人によって現場を回復するよう望んでおられます。今この世の中には平安がなくなって、真実もなくなっています。しかし今日の本文では皆さんによって平安と真実を豊かに示すんだと書いてあります。また7節に、真理が너희를자유케하리라繁栄を元通りにし、初めのように彼を立て直す。また8節は、私に犯したすべての咎から彼らを清め、また9節に、この町は世界の国々の間で私にとって喜びの名となり、栄誉となり栄えとなる。彼は私がこの民に与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの町に与えるすべての祝福と平安のために恐れおのこ。敵が恐れる皆さん一人によって、困難の中にいるイレミアに与えられたメッセージです。監視の庭に監禁されたイレミアに、神の言葉が望みました。その御言葉の中で大いなること、イスラエルを
回復すること。また、あなたを私を呼べ。そのように祈る、祈るということではなく、本格的に祈りなさいということです。その御言葉を握って祈る際に、神の御言葉が望むと、その中に神の最も大きい計画があるので、それが成し遂げられるまで祈りなさい。と書いてあります。契約を握った人は、すべての人を生かして、世界を生かします。契約を握った一人が皆さんになるよう祝福します。今、家庭にある요게벳모세를왕국에보내면서언약을심었습니다요게벳에니언약잡은기도심고왕국에보냈습니다그모세요계약고니기때시대를살리는일들이일어났어요요게벳한사람의기도送りました한나아들이었으면요게벳의한사람의기도마타한나의하다가하나님의소원을깨달았어요하나님의내가요悟って契約を握ってサムエルを生みそのサムエルを通してミスパ運動が行い戦争が終わりました。イレミア一人の祈りが失われたイスラエルのすべての回復しました。祈りは霊的な価格であります。必ず答えが来ます。福音を持っている一人のおかげで家庭の罪が許されます。皆さん一人によって全ての敵が勝つこととなり、今日祝日を迎えてそれを確認する一週間になるよう祝福します。말씀이임한전도제자의기도같이한번읽어보십시다우리의시작이말씀으로답과해답을누리게하옵소서크고비밀한일인복음으로각인뿌리채질되게하옵소서우리의가정가문교회시대살리는언약가진기도의한사람으로서게하소서